どうもこんにちは、あたりです。狼絶景マンプレ実況続きです。さあ今回は100年前の神木村から戻ってまいりまして、このピリカちゃんをオイナ族の村まで送り届け、そして湖に行って舞を踊ってもらうのかな、わからないけど、そんな感じです。はい、じゃあ行きましょうか。ワープする、ワープしようか。ワープ、上ペケレに戻ってきたところで、すげえ猛吹雪じゃねえか。これは村の奥の方から吹雪てきてんのかよ。とにかくピリカを埼玉に連れてかねえとな。ライオチ湖のほとりまであと一息だ。よし行くぜ。村の様子がおかしいですね。ていうかあれだ、筆紙そろそろ手に入るんじゃねえかなって思ってたけど、100年前ぐらいの下りで手に入らなかったね。これからどうなるんだろうな。おきくるみがどうなったのか、そしてこれからどうするのかがちょっと気になるんだよな。邪魔してこなければそれでいいかなぐらいでしかないけど。さっきからなんだよこの猛吹雪はよ。一体どこから吹き出してきやがるんだ。ここです。あれ、こんな時だからみんな最大に集まってると思ったら、ケムシルジジもサマヤクにも誰もいねえじゃねえか。こんな猛吹雪の中ビリカを一人祈祷させておくわけにもいかねえし、畜生みんなどこ行っちまったんだ。え、エゾフジに箱舟ヤマト、この二つ歴史が深いだけあってなかなか迫力があって思わず身構えちまうぜ。あ、そういうあれね。ん、村に戻るってこと。ない、 すいません。え、どういうことだろう、どういうことですか。あっちに行くんですか。あ、なんかめっちゃビュービュー言ってる。あそこって確かなんかオイナのお守りをしてくれたところじゃないかと思って、祈祷師がいたところだよな。めっちゃビュービュー言ってるじゃん。あ、みんな集まってる。どうもどうも。なんだみんなこんなところに集まってたのかよ。ほれこの通りピリカを連れてきたぜ。この猛吹雪一体何があったんだ。それが幻冬の食、100年に一度の日食の日がついに始まり、これに乗じて魔人たちは吹雪の勢いを強めてきたようだ。そんな時だというのに、おきくるみめ、イリワク神殿に向かうため、見ての通りこの大門を破りおった。なんだって?私が止めるのも聞かず、宝剣クトネシリカを振りかざし、あっという間に大門をこじ開けてしまったのだ。このままでは、幻冬の職を待たずとも、カムイは氷漬けになるぞ。オロチを倒した後、急に姿を見せなくなったと思ったら、まさかここへ来てこんなものをしでかしやがったと。自分さえ手柄を立てれば他人がどんでもいいんだって思うよ。違うよ。おきくるみはそんなやつじゃない。あいつがクトネシリカを持って村を出て行ったのは、あいつなりに村のためを思ってのことだよ。エゾフジの神殿で魔人たちが暴れ出した時だって、ケムシリジジが助かったのはおきくるみのおかげなんだ。それはどういうことだい。ジジはサマイクルのやつが助け出したんだろう。おじいたちが助かったのはおきくるみがおとりになってくれたから。あいつが盾になって魔人たちと戦ってくれたからなんだよ。でも村一番の腕自慢だったあいつも二人の魔人相手にはかなわなくて、生きて帰るのがやっとだったんだ。魔人ども二人を相手に引き分けたなら大したもんじゃねえか。だけどおきくるみが魔人たちを倒せなかったことが答えたみたいで、それ以来宝剣を手に村の外で妖怪退治をするようになってしまった。確かに村の宝剣を持ち出したのは許せることじゃないけど、あいつはあいつなりに責任を感じてるんだ。どうにかして村の力になると必死なんだよ。ともかく幻冬の食で太陽が消えるときは間近に迫っている。早く山越しの祈祷でエゾフジを噴火させなければ、神から大地のぬくもりが消えるせ完全に凍りついてしまう。ピリカよ頼む。
我々にはお前の霊力に耐えるほかないのだ。おひろみのお兄ちゃんいつも言ってた、人のために力を使い人を守れる人間になれって。いつもみたいに起動すればみんなが喜ぶんだよね。こんな吹雪くらいへっちゃらだもん。私、お山さんが元気になるように起動する。おお、よく言ってくれた。では行くぞピリカ、一刻も早く祈祷を始めねば間に合わぬ。お、始まるのかい。よし、じゃあ、あ、祭壇に向かうのか。行くぜ。よいしょ。こんな吹雪の中で祈祷なんかしてたら凍えちまうな。でも俺たちはどうしてやることもできねえ。ピリカ、頑張れよ。え、なんだろう。あ、そういうこと。あ、そういうことね。なるほど。じゃあもうあっちの扉の中に入っちゃってよかったんだ。あー、失礼。よし、じゃあ乗り込むか。行くぜ。アマコ、やっぱり行こうってのかい。この先にあるイリワク神殿はエゾフジの中に作られた遺跡で、ずっと昔にウエペケルの人間が偶然見つけた不思議な場所さ。山頂の祭壇には双子の魔神像が祀られているんだが、その道中は永遠に動き続ける奇妙なからくりでいっぱいよ。ソーマ人、モシレ地区とコタニ地区。祭壇に祀られたその像は昔は悪魔のように暴れ回ったらしいが、伝説の神の英雄に退治され魔力を封印されたはずだった。その魔人たちの封印が解かれ今また暴れ出せた。こいつは何かの偶然なんかじゃねえ。ほれ、キュービの野郎のあの話覚えてるか。闇の国の君主常闇のスメラゲがどうのって言ってたあれよ。そいつが何者か知らねえが、考えてみりゃオロチが蘇った時からおかしなことは起こり始めてたんだ。その正体がこの神殿に隠されてるのかもわからねえ。気をつけていけよ、アマコ。イリワク神殿。ほう。お、大砲ですかね。大砲ですね。ちょっと待ちなよ、アマコ。向こうに見えるあの大砲、まさか歓迎の祝砲をあげようってんじゃないよな。まずは慎重に、ゆっくり行けよ。はい、行くぜ。あ、ちょっと、あ、いたっす。あ、いたっす。いたっす。よいしょ、痛い。おー、やってくれるじゃねえか。よいしょ、あ、いたっす。とりあえず、えいっ、危ない。とりあえず入っとこう。危ねえ。永遠に動き続ける奇妙なカラクリでいっぱいか。結局また妖怪絡みか。よいしょ、敵がいるね。溶かせばいいのか。まず、アイス。あっ、これは筆紙いるな。さては、なんだ。あ、また天秤じゃん。上に何か乗せればいいのか、それと、あ、逆か。ちょっと待てよ。ん？え、でもこっちを上げたところで、まあいいや、とりあえず溶かしてみるか。よいしょ。1、
なんだなんだこいつ、新しい遊びかい？まさかお前反対側の重りと釣り合うとってんじゃないだろうな。言っておくけど、おいらそんなに恋ちゃいねえぞ。はあ、釣り合う、釣り合うか。なるほど、これなんだ。よいしょ、わお。あっちに行ける？扉は開いてる？開かないな、扉開かないのか。なるほど。ああ、なるほど。あーなるほど、あの雪玉をってことか。はあ、さっきの氷は溶かしちゃダメだったのかな。加えられ、あ、これ加え、あ、やっとわかったわ。やっとわかった。これだな。ここに置いて、あ、槍がなんか動いてた。気のせいか。よいしょ。これを置く。こうだな。どうだ。あれ、一個ずつ、よいしょ、どう、 OK。 あー、やっとわかった。10分ぐらいやってたこれ、わけわかんねえつってぐるぐる回ってた、いろいろ。よし、これで風を吹かせて、よいしょ。あれ、ダメ。よいしょ。こっちからかな。よいしょ。よいしょ。いっちゃってー。ここで止まるんかーい。よいしょー。でいっ。もうちょっと。もうちょっとだ。よいしょ。よいしょ。はい、OK。ようやくクリアしたぜ。ああ、辛い戦いだった。よし、行くか。戻るぞ。あいたっす。マヤを持って、あ、危ない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 、おりゃー、オッケーオッケー。お、なんだなんだ、ん、この氷を溶かせばいいか、乗ったままの方がいいんだろうなこれな、ちょっと多分溶かす量によって、あ、そういう感じか、そういうことか。これで上に登れってことね。よいしょ。どっち？あ、ここね。はい。よいしょ。よいしょ。オッケー、よいしょよいしょ。あ、なんだこれ、あ、なんだこれ、あ、上にも、あ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 、ちょっと待って、猫ちゃんがいる、猫ちゃん上にしか伸びないんだよな。あ、できた。できたわ。あれ、何に迷っていたんだろう、私は。よいしょ。ここから上でいいのか。
あ、また大砲か。あれって倒せないのかな。これ倒せないんだよな。え、なにこれ。え、ちょっと待って。あ、そういうことか、これか。よいしょあぶね、あぶね、ちょ、おーしょい、よいしょ、よいしょ、よしよしよし。あ、なるほど、ちょっと待って。まあいいや、買わせてるうちはいいや。あってーす。こいつあれか、こいつあれか、こいつらあれか。よいしょ、こうしてこれを打ち返す。オッケー、そういうことかい。めんどくせえな。お、あ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 りがてえ。え、あ、まさか。おお、びっくりした。もうボスかい。早くねえか。セーブするわ。あれは、あ、雲か。むむ？と、止まる雨子。あの真っ赤に光ってる化け物雲、あれはたぎり雲じゃねえか。姿こそ鎖雲や渡り雲に似ちゃえるが、見ての通り下手に触ったら火傷する厄介な野郎だ。ともにかくまずはしっかり様子を見ていけよ。いつもにスイッと背中に乗ったりしたら痛い目見るぜ。なるほどね。あれ、ここは？ちょ、とりあえずこっち行ってみるか。よいしょ。高速回転している。ゆっくりにする。上行ったーす。外に出たぞ。これどこだ。あそこになんかあるな。サファイアの風鎮。あそこなんだ。大砲があるね。あ、敵か。あー、やだ。あ、滑る滑る。よし、よしよしよし、いいぞ。よし、いる。たぎり沼だっけ。いるじゃん。これ意外に広いな。あ、うざ。遅くしても多分火は消えないだろうから。よいしょ、いって。あれ、なんだこれ。はなんだ、なんだ、なんだ。あっと、敵天狗。大天狗。やっほーい。天狗ってどうやって倒すの。普通に打ち落とすか。無駄。これどうぞ。無駄。あっつー。普通にダメージ与えられてるぞ。よいしょ、よいしょ。
当たります。あ、出た。あ、いたーす。でもこいつタバコ吸ってなかったよな。よいしょ、いた。なんか攻略法があるんだろうな。よいしょ、よいしょ。わからんけど、なんかそのうちわかるだろ。あれなんだ。よいしょ。あ、ちょっと遠いな。え、何これ、ホラー街。大層のカラクリ仕掛けの箱が備え付けてあるが、どう見てもあの仕掛けの先っぽから猛吹雪が吹き出してるじゃねえか。こいつで亀を氷漬けにしようと魔人どめを舐めた目にしやがって。アマコ、さっさとこいつを止めるぜ。所詮奴らがサルジー働かせて作ったガラクタだ。お前の歌で止められねえはずがねえ。はい、ここはよいしょ。これが気になるんだね。まずね、ちょっと待って、そうなる。よいしょ。 あれ、バカじゃねえ。よいしょ、よいしょ。おん、床になんかでかい模様が刻まれてんな。よいしょ、危ない。ちょい、よいしょーっと、い、邪魔すんじゃねえよ。とりあえず焼くか。よいしょ、こっちも焼いちゃおう。よいしょ、なるほど、歯車をこの形に止めろってことか。人に何かを伝えようって絵には絵力ってもんがあるが、この絵にはその力が満ち満ちてる。上、右、左、はいはい、行きましょう。で、これを止めなきゃいけない。なるほど、いくよ。あれ、そういうことじゃない。ね、どうやって止めんだこれ。よいしょ。レバーがあれしたから、これを切ると。なるほど、わかった。そういうことか。いいとこで止めて。よいしょ、上に来た時に切る。つけよん。よいしょ、よいしょ、いいところで切る。オッケー、よっ。
いいねー。オッケー。止まったぜ。あ、そういうことか。ここに筆紙が。来た。来やがった。お前が失った13の筆技の最後の一つがついにここで現れやがったぜ。よいしょ、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 オッケー。ヤギじゃない、牛か。牛でした。お、我らが地母アマテラス大神から御元が果敢なくなりたまいし、時よりこの霊峰に身を寄せつる。悪しき者に捕らえられ、心ならずも下界を怪我したりけ、ささめ雪降り積もるほどの時を経て、おもとへと再び開口したるこの伊手神、万物を永久に凍らせる絶対零度の世界を御前に捧げたてまつら、おもとよりまろびいでし、我ら十三の分子、今一度おもとのもとに集い、あらゆる悪を払う力を授け。十三の筆技最後の筆神は、氷をつかさる神様伊手神。あの技がお前に宿りゃ、お前には全ての筆技が宿る、戻るんだ。あ、天子、伊手紙を見てみろ。何でしょう。ああ、集った。わあ。あ、これ神器。ヤタの鏡を手に入れた。これでついに、ついにお待ちかねの最後の筆技が戻ったってわけだ。伊手紙が司るのはどんな妖怪さえも凍らせ尽くす吹雪の力。最後を飾るのにふさわしい筆技だぜ。ほれ、あの忌々しいたぎり雲のやつら、あれなら書き初めの餌食に持ってこいだ。力の源になる氷の塊に筆を置いて、そこから線を描いてたぎり雲のやつにつなげるのさ。そうすりゃ氷の力が筆に乗って星走るはずだぜ。さあ見せてみろ、その霊源なる筆技の力を。よう、いきます。えい、たぎり雲の野郎、一筆で氷漬けに。こいつが最後の筆技、吹雪の力。おいらはこれでお前の十三の筆技を全部この目に焼き付けたんだ。神業筆調べの十三の筆技をな。ま、締めっぽい話は後だい。この神殿から生きて出られなきゃ、せっかくの筆技も宝の持ち腐れだ。ここまで来て油断してコロッと落ちんなよ、天子。あれはないのか、扇書はないのか。扇書、まあその辺で手に入るか。よし、じゃあ今日はこのぐらいにしとこうかな。それじゃあまた次回、バイバイ。